テーベは古代エジプトの都市。古代エジプト語では、ワセトと呼ばれた。この都市は、地中海から800キロメートル南、ナイル川の東に位置する。都市の遺跡は、現代のエジプトの都市ルクソールの中に広がっている。テーベは上、エジプト第四州の主要都市であり、新王国時代のエジプトの首都であった。テーベは貴重な鉱物資源と交易ルートがあるヌビアと、 東部砂漠に近接していた。この都市は信仰の中心であり、その前世紀にはエジプトで最も冬な都市であった。テイベの地域には、カルナックとルクソールが本来立っていた、ナイルガー東岸と、上流階級と王家の墓地と、総裁殿群によるネクロポリスがある、西岸地区が含まれる。テイベを指す古代エジプト語での元々の名前はオセ、またはワセである。古根になっているワスとは、 ファラオの王笏のことであり、上端に動物の頭がつき、端が二股に分かれた形状の長い杖である。英語名のテーベは、ギリシア語系のテーバイのラテン語化された名前から来ている。そしてギリシア語系のテーバイは、デモティックエジプト語のタペから来ている。このタペという名前は、もともとテーベ氏それ自体ではなく、ナイル東岸地域にあるカルナック神殿群の名前であった。 早くも、ホメロスのイリアスでは、ギリシア人は、エジプトのテーベを百門のテーベと呼び、ギリシアのボイオティアにある七門のテーベと区別していた。新王国の終焉頃から、テーベは、エジプト人から、ネウトアメンと呼ばれるようになった。アメンは、ムとコンスと共に構成される、テーベミハシ柱神の出身である。ネウトアメンの名前は、聖書のナホム書では、 のアーモンという形で現れおそらくエゼキエル書とエレミヤ書でのという名前で言及されているものも同様であるギリシア人はアメン神をゼウスであると解釈したしたがってネウトアメンという名前はギリシア語ではディオスポリスと翻訳されたディオスポリスという名前を持つ都市は他にも複数あったため特に区別するためメガレーディオスポリスという名前でも知られた ラテン語系では、ディオスポリスマグナとなる。ギリシア語の名前は、アレクサンドロス大王による、エジプト征服によって、マケドニア人の支配者がエジプトを統治するようになった、あと、広く使われるようになった。テーベは上エジプトの中部、ナイル川デルタから約8 0 0トル南に位置し、ナイル川に沿って広がっていた。大部分は、ナイル川の台湾極部に沿ったナイル渓谷の、 中石平野に建設された。そのため、自然の成り行きとしてテーベは、北東から南西に向けて、当時のナイル川の流路と平行に広がっていた。テーベは93平方キロメートルの面積を持ち、その中には、西部のテーベ丘陵地帯の一部が含まれていた。この丘陵地帯は、標高420メートルの聖なるアルクルンを最高峰とする。東側には、 東部砂漠の山岳地帯があり、和地が谷に流れ出ていた。このような和地の中でも重要なものは、テーベ近郊の和地半ママトで、航海沿岸へ向かう陸上交易路として使用された。上、エジプト第四州には、テーベの近隣都市として、ベルハトホル、マド、ゥ、ゼルティ、イウニ、スメヌ、イミオトルのような町があった。テーベの人口。 全2000、1900、ジョージ・モデルスキーによれば、テーベには、紀元前2000年に4万人の住民がいた。紀元前1800年までに、メンフィスの人口は約3万人に減少し、テーベはエジプトにおける当時最大の都市となった。歴史学者、イアン・モリスは、紀元前1500年までに、テーベは、世界最大の都市に成長し、その人口は7万5000人となったと推定している。 また、テーベは、紀元前900年頃に、ニムルドに、凌がされるまでは、世界最大の都市であり続けたとも推定している。テーベの高校遺跡は、エジプト文明の登った高みを印象づける遺物を、現代に残している。ギリシアの詩人ホメロスは、イリアスの、大旧家で、テーバイの富を称えた。エジプトのテーベ、ここでは家い々えいえに莫大な富が蓄えられ、 城門の数は100、それぞれの門からは200の兵が戦車を連ねて出撃できるというが、テーベでは毎年60以上の祝祭が模様された。江戸府のホルス神殿の壁面の浮き彫りと碑文によれば、特に重要な祝祭として、オペト祭り、婚約、シェム1月のフェスティバル、シェム2月のフェスティバルがあった。他に人気のある祝祭として、 ハロウィンのような谷の美しき祭りがあった。テーベのネクロポリステーベには、紀元前3200年頃から人が住んでいた。この都市には上、エジプト第四州の名前はセトと同じ名前が与えられ、第四州の首都であった。メンフィスが、ファラオの王宮の役割を務めていた。この時点では、テーベはまだ小さな交易拠点であった。おそらく中央国時代に作られたカルナック。 神殿複合体の一部よりも古い建造物は何も現存していないが、第五王朝のファラオ、ニューセルラー像の下部がカルナックで発見されている。第十二王朝の王、セムウセルトによって捧げられた別の彫像は、ベルトにニューセルラーのカルトゥーシュがあるため、再利用され、セムウセルトに名前を奪われたものかもしれない。カルナック王名表には、第四第六王朝の七人の王が、 記載されているため、少なくても皇王国時代のテーベ地区には、神殿があった可能性がある。紀元前2160年までに、新たな王家がヘラクレオポリスマグナを拠点に、下エジプトと上エジプトの北部を統合した。これに対抗する王家がテーベを拠点に上エジプトの残りの部分を支配した。テーベの支配者は明らかに、テーベ後代、アンテフの子孫である。 彼の孫であると考えられる、アンテフ一世は、テーベ周辺以外の地域へ支配を広げてはいなかったが、この家系で初めてファラオイを部分的に主張した。アンテフ一世のセ略。彼の死後メンチュヘテプ二世によって刻まれたついに、紀元前2050年頃、アンテフ三世の息子メンチュヘテプ二世は、軍事力でヘラクレオポリスを奪い、エジプトを再び一人の支配者の下に置いた。 これによって、現在中央国として知られる時代が始まった。メンチュヘテプ2世は51年間統治し、デールエルワハリに最初の総裁殿を建設した。この総裁殿はまず間違いなく、第18王朝時代にハトシェプストによって隣接して建てられた総裁殿に影響を与えている。これらの出来事の後、 メンチュヘテプ2世の死からメンチュヘテプ4世までの20年弱という短期間で滅亡した。その経緯は謎である。第十二王朝の時代、アメンエムハト1世は玉座を北の一単位へ移した。だがテーベは、その地方神アメンがエジプト全土で崇拝されるようになったため、宗教的中心地として繁栄を続けた。最も古いアメン神殿の遺跡は、 センウセルと一世の時代のものである。テーベはすでに中央国時代にはかなりの大きさの都市であった。カルナック神殿周辺の発掘で中央国時代のテーベは格子状のレイアウトを持っていたことがわかっている。テーベは少なくても1キロメートルの長さと50ヘクタールの面積を持っていた。二つの豪華な建物の遺跡も発見されている。 第12王朝の後半に入ると、カナン人の集団がナイルデルタ東部に居住し始めた。彼らは、その後、第14王朝をアバリスで打ち立てた。こうして、アジア人たちは、デルタ地域の大部分に派遣を確立し、同時期に第12王朝を引き継いだ。第13王朝の影響下からこれらの地域を切り離した。アジア系の人々とエジプト人。 アジア人のリーダーは異国の支配者とラベルされている。アジア人の第二の波はヒクソスと呼ばれている。この名前は彼らの統治者を指すエジプト語、ヘカカスートから来ている。彼らはエジプト内に移住し、アバリスのカナン人の権力中枢を制覇して第15王朝が始まった。ヒクソスの王たちは第2中間期の早い段階でゲエジプトの支配権を得た。 ヒクソスがメンフィスを奪取した第13王朝のメンネフェルラー愛の治世中か、そのすぐ後、第13王朝の支配者たちはテーベへと引き、テーベを首都として再興した。ヒクソスがデルタの南方からエジプト中部へと進むと、テーベ皇たちは頑強に立ち塞がった。テーベ人たちは平和的に共存する取り決めをすることで、ヒクソスのさらなる前進を防いだ。 この取り決めの下、ヒクソスは、ヌビア人と交易するために、テーベとナイル川球団を越えて上流へと後悔することができ、テーベ人は敵に出会うことなく彼らの家畜を出るタへと運んだ。その状態は、ヒクソスの支配者、アポフィスが、テーベの世間エンラーターを侮辱するまで続いた。間もなく、テーベの軍隊が、ヒクソスの支配地へ進軍した。この戦いで、ターワ戦死し、 彼の息子カーメスが軍を引き継いだ。さらにカーメスの死後、その兄弟イアフメス一世は、ヒクソスの首都アバリスを占領するまで攻撃を続けた。イアフメス一世は、エジプトとレバントからヒクソスを追い出し、かつて彼らが支配していた土地を取り戻した。洪水の中のメムノンの巨像、デイビッド・ロバーツ作、イアフメス一世は統一された、エジプトの新たな時代を築き、テイベはその首都となった。 首都としてのテーベの遺跡は大部分第18、王朝時代のものである。テーベは、また、新たに設立された専門の役人たちの中枢となった。王室の書庫で、会計報告と報告書が記入されるようになったため、このような専門の書記と学者のような専門の役人には大きな需要があった。この都市では、ヌビアにおける植民地統治の管理者とするため、 特に選ばれた少数のヌビア人がエジプト文化によって再教育された。カルナック神殿の見取り図エジプトは再び安定し、宗教とその中心地は栄え、テーベ以上の存在はなかった。例えば、アメンヘテプ3世は外国からの貢ぎ物によって得た莫大な富をの多くをアメン神殿に継ぎ込んだ。テーベの神アメンは国家の主神となり、 全ての建築プロジェクトがアメンとファラオ自身の栄光を称揚し、最後に建てられたものを凌駕することを意図された。トトメス一水は、崇拝を集めたカルナック神殿の初めての大規模拡張を始めた。その後、カルナック神殿の大規模拡張は新王国時代を通して継続された。女王ハトシェプストは交易網を再整備し、定ベを経済的に繁栄させた。 彼女の後継者とト,トメス三世は未完にまでの地から得られた膨大な戦利品テーベにもたらした。第十八王朝は彼の早々アメンヘテプ三世の治世に最盛期を迎えた。彼はアメン神殿を飾り立てるという一点を除きテーベにおける建築活動を空前の規模で行った。アメンヘテプ三世はテーベの西岸で巨大な総裁殿と 364ヘクタールの面積を持つ人造湖に面した丸型王宮を建設した。他に彼によってテーベに建てられた建物にはルクソール神殿とカルナックにつながるスフィンクスの街道がある。アメンヘテップ3世の息子アクエンアテンの塚の間の知性の間、テーベは受難の時を迎えた。テーベの王宮は放棄され、アメン神に対する信仰は禁止された。 シュトは、テーベとメンフィスの間に作られた、新たな都市アマルナに、センタ。悪ンアテンの死後、彼の息子ツタンカーメンは、メンフィスに戻った。しかし、テーベでの建築活動への関心を新たにし、栄光ある神殿や社がさらに作り出された。テーベのラメセウム。ジョン・フレデリック・ルイス作第19王朝では、政府は、デルタ地帯に、センタが、テーベは、 セティ一世とラムセス二世の知性を通して、その財力と威信を維持した。彼らはまだ一年のうちの一部の期間は、毎年テーベに住んでいた。ラムセス二世は、テーベで広範な建築プロジェクトを実施した。その中には巨大な像とオベリスク、カルナック神殿の3番目の周壁、ルクソール神殿の増築、及び彼の巨大な総裁殿ラメセウムの建設が、含まれる。 これらの建設資金は、上、エジプトから集めた税を集中させた巨大な国葬お及び、ヌビアと東部砂漠への金採掘の遠征によって賄われた。ラムセスの66年の長きにわたる、統治の下で、エジプトとテーベは、かつての最盛期と同等かそれ以上の圧倒的な繁栄を迎えた。メディネとハブテーベは20世紀初めまで良好な状態で保存されていた。 大ハリスパピルスは、ラムセス三世が86,486人の奴隷と広大な土地をアメン神殿に寄進したと記している。ラムセス三世は、海の民とリビア人の部族、メッシュエシュを含むすべての親民から貢ぎ物を受けた。しかしエジプトは、全体としては、財政的な問題を抱えており、この問題は、テーベの村落デールエルメディナにも及んでいた。 ラムセス3世の治世、第25年には、デール・エル・メディナの労働者は給与不払いに対して、ストライキを始め、すべての社会階級に不安が広がった。ラムセス3世の後級では、大逆の事件が発生したが、結果として、この反逆行為は、テーベの管理と女性を含む多くの人々の死に、繋がった。ラムセス王朝の後半、テーベは、衰退を始めた。 政府は重大な財政不安に陥ったように見える。ラムセス9世の治世中、紀元前1114年頃に、テーベ東岸の市長によるテーベ西岸の同僚の告発が行われ、その後行われた西岸のネクロポリスにある王募軍で行われた略奪に関する一連の調査によって、権力の腐敗の証拠が明らかにされた。盗み出された王たちのミイラは、点々と場所を移され、 最後は、アメン神官によって、デールエルワハリの墓穴と、アメンヘテップ二世の墓に保管された。このようなテーベにおける不手際は、社会不安につながった。第三中間期の間、地方の支配権は、アメン大司祭の手の中にどんどん収まっていった。アメン大司祭は、デルタ地帯を支配していた第21王朝、第22王朝の王ルと等しい立ち位置となり、エジプトの南部で、 絶対的な権力を及ぼした。相互の婚姻と養子縁組によって、アメン大司祭とタニスに拠点を置く、デルタ地帯の王たちの結びつきは強まり、タニスの王女たちは、テーベで、アメンの震災に就任し、大きな権力を振るった。第三中間期の後期には、テーベの政治的影響力は後退した。タハルカ王の柱。元の高さに復元された。 紀元前750年頃、クシュ人たちは、テーベと上、エジプトに対する影響力を増大させていた。かつてのエジプトの植民地区主は、帝国へと成長していた。紀元前721年、クシュ人の王者バカは、オソルコに四世、バクエンレネフの連合軍を打ち破り、再び、エジプトを統一した。彼の知性では全イエジプト、特に彼が、 王国の首都としたテーベ市で相当な量の建築活動が見られた。カルナックでは、シャバカはプスケントを身につけた自分の王像をピンクの花崗岩で作らせた。タハルカオは、アッシリア人がエジプトに対して戦いを仕掛ける前に、テーベとヌビアにおける多くの有名な建設事業を完了させた。紀元前667年、アッシリア王。 アッシュールバニパルの軍隊がエジプトを攻撃した。タハルカはゲエジプトを放棄し、テーベへと逃亡した。彼の死の3年後、オイのタヌトアメンはテーベを抑え、ゲエジプトに侵攻して、メンフィスを包囲した。しかし、紀元前663年にエジプトを再征服する試みを放棄し、南方へと引いた。アッシリア人はタヌトアメンを追撃し、テーベを占領した。 テーベ氏の名は、アッシリアが占領し破壊した長い都市のリストに加えられた。アッシュール・バニッパルは以下のように書いている。この都市のすべてを、アッシュール神とイシュタル神の加護によって世は征服した。銀、金、奇跡、宮殿の財宝のすべて、高価な布のの、貴重な理念、素晴らしい馬、男女の監督者、エレクトラムでできた二つの素晴らしいオベリスク、2500。 タラントの重さの神殿の扉の数々、世はこの品々を彼らの拠点から剥ぎ取り、アッシリアへと持ち帰った。エジプトとクシュに対し、世は槍を取り余りの力を示した。両手を満たして、世は筒つつがなく、ニネベへと帰還した。この後テーベは、かつての政治的意義を取り戻すことはなかったが、重要な宗教的中心としては残っていた。アッシリアは、エジプトの王に、 プサムテク一世を据え、彼は紀元前656年にテーベを手に収めた。そして彼の娘にとクリス一世をアメンの震災の後継者として連れてきた。紀元前525年、ペルシアのカンビュセス二世がエジプトに侵攻し、ファラオとなった。エジプトはアケメネス朝のサトラペアとして、その従属王国となった。ハトホル神殿のレリーフ。 デール・エル・メディナ・テーベと北部の中央権力の良好な関係はエジプトのファラオがアレクサンドロス大王の征服によって現地人からギリシア人に置き換わった時に終わった。アレクサンドロス大王はオペト祭りの最中にテーベを訪れた。この訪問は歓迎されたにもかかわらず、テーベは反対勢力の中心地となった。紀元前3世紀の終わりにヌビアに羊を持つ、 可能性があるハロンノフリスは上、エジプトでプトレマイオス長に対する反乱を起こした。ハロンノフリスの後継者、アンクマキスは、紀元前185年まで上エジプトの大部分の支配を維持していた。この反乱はテイベの新官団によって支えられていた。紀元前185年に反乱を鎮圧した後、プトレマイオス5世は反乱に加担した新官たちを許した。 アトレマイオス五世は、テーベの神官たちの支持を必要としていたからである。半世紀後、テーベで再び反乱が起こり、紀元前132年にハルシエセが大いに登った。ハルシエセは、資金調達のためテーベの王の金庫を抑えたが、翌年には逃走した。紀元前91年には別の反乱が発生した。翌年にはテーベは制圧され、都市は瓦礫の山となった。 ローマによる支配の間、テーベに残存した住民たちのコミュニティは、ルクソール神殿のピュロンの周りに集まった。テーベは、ローマのテバイス族州の一部となった。後にこの族州は、テーベ氏を中心とするテバイススペリオルと、プトレマイスヘルミオ氏を中心とするテバイスインフェリオルに分割された。ローマがヌビアへの軍事遠征をしている間、ローマ軍団は、 ルクソール神殿に本営を置いた。テーベでの建設活動が突然終わることはなかったが、その後のテーベは、衰退を続けた。西暦一世紀、ストラボンは、テーベが単なる一村落に転落したと述べている。東テーベ、ラムヘッドのスフィンクスが配置されたカルナック神殿のメインエントランスルクソール神殿のオベリスクトピュロン。わずかにオレンジが生育している。西テーベ、 陽光に照らされた、ハトシェプスト層最ン王家の谷にある墓の入り口遺跡群は、古代都市テーベとその墓地遺跡として1979年、ユネスコの世界遺産に登録された。古代エジプトの偉大な成果である二つの神殿及び、王家の谷と王妃の谷がその中に含まれる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。